大古蘇駅は、島根県氷川郡大社町にあった、西日本旅客鉄道大社線の駅である。大古蘇線の廃線に伴い1990年4月1日に廃止となった。廃止後も純和風建築の駅舎が残されており、観光名所の一つとなっている。廃止当時、島式、相対式ホームに面3線を持つ地上駅であった。なお、 これら3線は、ホームの末端で一線に収束した後、その先に車止めが設置されていたが、その引上げ線はかなり距離が長く、道路と交差する部分もあり、踏切も設置されていた。出雲大社の膝元であることから、1951年から1961年までの間は、東京直通の急行列車、出雲が運行されていた。 その後も1980年代まで、大こそや大仙といった急行列車や三軽車の団体臨時列車などが乗り入れてきていたため、ホームは非常に長い。現在残っている駅舎は1924年2月28日に、竣工した二代目で、木造平屋441平方メートル、出雲大社を模した造りである。団体専用の改札口などもあったが、廃止後も、 ホームや駅の掲示などもすべて当時のまま残されている。以前この駅舎は中央本線高尾駅の北口駅舎を設計した、曽田人造が設計したもので、伊藤忠太がお墨付きを与えたと言われていた。しかし、大越線廃止後、駅舎の屋根裏調査で上等式の胸板が発見され、設計者は当時神戸鉄道管理局の義手だった、庭三尾であったことが判明した。 なお、駅舎は2004年に国の重要文化財に指定された。また、当駅とは対照的なモダンな西洋建築である市畑電車出雲大社前駅とともに近代化産業遺産にも認定されている。開業当時のホーム機関車は230系。ありがとうございます。